ものをねゼロから生み出す作業って各環境がすごく大事で、私の場合は最近もうずっと外なんです、外じゃないと絶対に書けないんです。家だともう寝るっていう場になっちゃってるので、家に帰るイコールもうリラックスする場所っていう感じで使い分けがあるんですよ、自分の中で。そのブラをして旅に出よう帰った時は電車の中でしかその力が発揮できなくて、すごい虫好きなんだねって言われて、そう、虫好きなんです私。なぜなら虫って高級品なんですよ。すごい栄養価がもうギュッと濃縮されてるような高級食材だと私は認識してるので、芋虫もあったら根こそぎ食べたいぐらい貴重品なんですよ。で、美味しいし、めちゃくちゃ美容にいいんですよ。だからもうその番組のそのカメラが回ってないところで虫を全部完食してました。みんな笑ってました。え、あやめさんそんな人だったんだみたいな。なんか虫とか、なんか嫌だとか言って食べないタイプに見られがちなんですよね。こんにちは。ブラをして旅に出ようの著者、旅作家のエミリエコです。今日は宅飲み企画。今日もこちらの焼酎を飲みながら、ゆるーくおつまみを食べながら、最近の近況をトークしていこうと思います。ぜひ、ゆったりとした感じで、見てください。はい、それでは乾杯。じゃん。おいしい。はい、そして今日のおつまみはじゃーん、こちらです。国産サバの健康水煮渋いつまみのチョイスが渋いのは分かってるんですけども、はい、あの健康にいいものとか太らないつまみを食べるのがすごい好きなので、はい、こちらをちょっと開けていきたいと思います。じゃん、これね、缶をパンって取るときにすっごい飛び散るんですよ。で、今日ね、別にそんな高い服じゃないんですけど、汚れたくないから。怖い怖い。怖い。と怖いんで、このままの状態で食べます。蓋を取ったときに、パーンってなって大惨事になるんですよ、いつも。あの、服だけだったらまだ洗えるからいいんですけど、部屋中ね、このサバ缶の汁がついたら本当に嫌なんで。はい、じゃあ今日のおつまみ。すいません、いただきます。おいしい。やっぱりさ、スナック菓子とかね、バリ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 むしゃむしゃ食べてた時もあるんだけど、あの太るだけじゃなくて、私食品添加物っていうものに最近すごく敏感で、いろんなね食品添加物について今ちょっと調べてて、こんなね本を読んでたりするんですよ。これはね、結構暖かくなってきたから、お部屋のね、模様替えもしなきゃなと思ってるとこなんですよ。水煮美味しい。美味しい。いいよね。やっぱさ、ズーム飲みとかもできるようになったじゃないですか。はっきり言って、飲み会に行く時間と、お金とあの労力、確かにね、対面で喋った方が楽しいの決まってるんですけど、家でさ、こうゆっくり自分の好きなもの食べれたりとか、飲みに行く相手とのこの食事の、あの好き嫌いとかも結構あるわけじゃないですか。でも自分の好きなものをね、自分のペースで食べれるし、無理にお酒もね、こうガンガン飲まなくて済むし、ズーム飲みってすごくいいですよね。私はね、すごくこのコロナ禍になっていろいろね、困ったこといっぱいあったし、すごい、なんでこんな世界中こんななっちゃうんだっていうぐらいに、いろんなみんながしんどいこといっぱいあったと思うんですよ。それはまだ続いていくと思うんですけどもね、毎日マスクしなきゃいけなかったりとか、でも結局は今までになかった世界もちょっと見ることができたなってっていう風に捉えていて、やっぱりリモートで会議ができるようになったし、いや、そもそもこんなにね、行く必要なかったよねっていう部分で、なんか便利になった部分もあるじゃないですか。もちろんね、今まで通り会社に行って、同じ時間に行って、同じ時間に帰るっていう生活も、
当たり前のようにあったと思うんですけど、時間差通勤とか、出社する人と出社しない人がいるとか、そういうことによって満員電車がこう緩和されたりとか、まあ、いろんななんかね、弊害だけじゃない部分もあったのかなってすごく思うんですよね。リモートはなんか世界を変えましたよね、本当に。だからこう、お家にいる時間をいかにやっぱり快適に過ごせるかっていうことに対して、すごくこだわるようになってきたというか、最近あったことといえば、2月の末にね、吉本の出版プロジェクトっていうね、ちょっとね、出版の企画を応募するプロジェクトがあったんですよ。それ私企画4つ考えて出したんですけども、まあいかんせん、私の性格上ね、追い詰められないと、なんかなかなか、こう、企画とか文章をまとめられないっていう性質がありまして、本をとにかくたくさん読んで、毎日ね、ノートに書き留めたり、そういう作業をずっとやってて、締め切り当日の数時間前になってまとめにかかりまして、いや、もっと早くやれよっていう感じなんですけど、いつもやっぱりね、ブワーってこう降りてきたものをね、いっぱいまとめておいて、最後の最後で締めにかかるみたいな性格なんですよ。あの時の私のアドレナリンの出方はすごかったですね。周りの人が、多分近寄れないぐらいのアドレナリンが出てきたと思います。もう話しかけるな、みたいな。で、ブラを捨て旅に出ようっていう本も、どうやって執筆したかって言ったら、結局ね、3年ぐらいかかってるんです、全部で。途中でね、担当の編集者さんが違う部署に移動になって、またそこから帰ってくるのに時間がかかったりとかして、本当に時間かかったんです、あれは。ものをね、ゼロから生み出す作業って、各環境がすごく大事で、私の場合は最近もうずっと外なんです、外じゃないと絶対に書けないんです。家だともう寝るっていう場になっちゃってるので、家に帰るイコールもうリラックスする場所っていう感じで使い分けがあるんですよ、自分の中で。そのブラを捨て旅に出よう帰った時は電車の中でしかその力が発揮できなくて、パソコンを膝の上に乗せて、で電車にずっと乗ってたんです、山手線とかで。一日中多分電車の中にいたと思う。ずっと書いてて、あとは飛行機に乗る直前の何々ターミナルみたいなところに着いてから搭乗するまでの時間、すごいはかどるんですよ。で、いざ離陸しました。で、離陸してから、まあ、着陸するまでの時間、これもはかどるんです、めちゃくちゃ。とにかくなんか移動してる時がすごくはかどるんですね。周りの景色とかが変わった方が、なんか集中力が途切れないんですよ。でもずっと同じ場所。同じカフェにいたり、同じ、まあ、家の中とかにいたりすると、もうダメなんです、全然。移動している状況とか、締め切り直前、締め切り間際っていう状況が、異常にアドレナリンが放出されて、めちゃくちゃいい文章を書けるんですよ。で、その前の、なんかやっぱり締め切りがまだまだあるよっていう時だと、あんまり文章降りてこないというか、いいものが書けないんです、内容的に。やっぱ常に追い詰められてる状態が、まあ、好きな、のかなと思うんですね。まあ、ちょっと昔からすごくド M なところがあるので、明らかにやっぱり追い詰められてる方が人生のこう生きてるっていう実感を感じれるタイプなんだと思います。美味しい水に罪悪感ないのって最高ですよね。ということで、まあ、締め切り間際になって、自分の強みとか自分が他の人にないものって何ですかっていうふうに、そういうのを記載する欄があったので、これ私わかんないなと思って、これ他人じゃないとなかなかわかんないことなので、仲いいお友達とか、仲いいね、吉本の社員さんとかに聞いたんですよ。そうするとね、結構千差万別の言葉が返ってきて、で、一つの意見としてはね、探求心と行動力がずば抜けているっていうふうに言われたんですよ。やっぱり、パッとこう頭にひらめいたことをなかなか人って行動に移せないじゃないですか。その行動力が私はすごいっていうふうに言われたんですね。それはまあ長所でもありますし短所でもあるんですけども、やっぱり後先考えずに行動しちゃうといろいろね、失敗しちゃうから躊躇しちゃうんですよ。躊躇してるうちに時間が経っちゃって、もうそのことについて興味がなくなっちゃう。やる、まあ、タイミングを失っていっちゃうっていうのがあると思うんですけど、私の場合はもう思いついた瞬間やりたいと思ったらすぐ行動に移すので、それで失敗してる部分もすごいたくさんありますし、まあ、そのおかげで得してる部分っていうのも少しあるのかなっていうふうに思います。
あとはね、やっぱり、その、女一人で世界一周してきた。まあ、94カ国回ってきた。これもやっぱ人はあんまりやってないことなので、で、私がこう、すごい、いかにも旅しそうな雰囲気だったらね、あれなんですけど、やっぱり、あんまりこう、旅とか、世界中にアフリカとか、南米とか、まあ、一人で、なんか、少数民族の村とか行きそうにない、雰囲気じゃないですか、私。そこがやっぱりギャップとしていいんじゃないかっていうね。確かにこのブラを捨て旅に出ようっていうのも、それギャップで多分反響があったんですよ。え、こんななんか行きそうにない子が、そんな裸族の村とか飛び込んで行っちゃうんだ的なところがなんか良かったんだと思うんですよね。すごくね、やっぱ気取ってるように見えちゃうんですけど、なんか知らないんですけど、全然虫とかも何でも食べるし、なんだったらタランチュラとかも食べてたし、何でも食べるんですよ、本当に。で、いつもね、仕事するときの私 NG 一切ないですって言うんですけど、なんかそれなかなか信じてもらえなくて、なんか NG が多そうな風に見えちゃうんです、どうしても、なんか雰囲気的に。で、なんかいつも、あゆみさん、NG やったら教えてくださいねって、ね、すごい気を使って皆さんに言っていただけるんですけど、本当に NG ないんですよ。それ信じてもらえないんですけど、この間も本当にその番組の収録で虫バリバリ食べてて、で、それ収録の時だけだったら別に1個2個でいいんですけど、その収録終わった後に私わざわざそれ虫を完食してたんですよ、一人で。みんな笑ってました。すごい虫好きなんだねって言われて。そう、虫好きなんです、私。なぜなら虫って高級品なんですよ。すごい栄養価がもうギュッと濃縮されてるような高級食材だと私は認識してるので、芋虫もあったら根こそぎ食べたいぐらい貴重品なんですよ。で、美味しいし、めちゃくちゃ美容にいいんですよ。だからもうその番組のそのカメラが回ってないところで虫を全部完食してました。みんな笑ってました。え、あゆみさんそんな人だったんだみたいな。なんか虫とか、なんかやだとか言って食べないタイプに見られがちなんですよね。率先して食べるし、多少食材が腐ってても全然食べちゃうし、そう、そういう感じなんですよ。あんま信じてもらえないんですけどね。なんかすごい普段なんか高級そうなレストランに行ってるんじゃないかとか、別に行かないこともないですけど、行くこともありますけど、基本一人とか、その仲いい人と食べるときは本当にすっごい安い居酒屋さんとかの方がなんかリラックスできるんですよ。これとかもなんか業務スーパーで88円ぐらいの特売の時にバーって買いに行くし、そうですよ。美味しい。今日も宅飲みいいね。また宅飲みちょいちょいやっていきたいと思いますので、一緒にまた飲みましょう。それでは今日もお疲れ様でした。この動画が少しでも良かったよ、参考になったよって方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あゆみりこでした。